しかも準決勝です。松坂のバッティングです。準決勝と決勝の18イニングは松坂に任せるという渡辺監督の意味がようやく今理解できました。どんなことがあって、おっとこれも大きい、とてつもなく大きなホームラン、上段レフト上段、これが高校野球なのか、レフト上段、松坂のホームラン。